9月24日は、グレゴリオ歴で年始から267日目にあたり、年末まで、あと98日ある。ムハンマドがメディナに到着。画像はムハンマドが住居とした預言者のモスク、道島米海所解説西南戦争終結。鹿児島市城山にある、南州欧州園の地名人賞の噴火に巻き込まれ、測量船、第五海洋丸が失踪エンタープライズ浸水。 原子力を示す e c コール MC2 の式が作られているシドニーオリンピックで高橋直子が女子マラソン初の金メダル。画像は岐阜市長良川公園にある高橋直子ロードの記念ヒルネサンス記を象徴する万能人の一人、ジェロラモ、カルダーの誕生、徳川家康の側近となったイギリス出身の航海士、ウィリアム・アダムス誕生。 三浦安人の和名でも知られる30年戦争で活躍したボヘミアの傭兵隊長アルブレヒト・フォン・バレンシュタイン誕生1920年代ジャズエイジを体現したアメリカの小説家 F ・スコット・フィッツ・ジェラルド誕生イラン革命を指揮し現在もイランの精神的支柱として君臨するルー・ホラー・ホメーニー誕生錬金術師にして神秘思想家 パラケルススボツムラタシンパチキリの年明・アキベップシンスケ、西南戦争で、西郷高森に準じた者たちグアテマラ大統領、マヌエルホセイ・ストラーダカブレーラ国史。ありがとうございます。